どうも、薮田長一です。今回は作曲家と楽譜の3回目になります。作曲家にとって楽譜はただ単に音楽を他の人に伝えるためだけのものではありません。作曲するときに楽譜を書く最大の利点は音楽を視覚的に把握できるということです。音楽は耳で聞くものです。でも楽譜に書くことによって視覚的に幅広く判断することができます。そのため音だけでは想像できなかったり理解できないことも楽譜を使うことによって視覚的に補うことができます。またパズルを組み立てるように数式を扱うように記帳で様々な実験ができます。そしてただ単に鳴っている音だけではなく一つ一つの音に機能を持たせて構築的に組み立てていくことができます。このことが作曲のことを英語でコンポジション、構成するという語源になっています。本来ヨーロッパ人にとって作曲とは天から降ってきた音を書き留めるのではなくあくまで音をコンポジション、構成するということが作曲です。そしてそれを視覚的にも可能にしたのが楽譜です。でも楽譜も万能ではありません。作曲家が直接演奏者に言葉で伝えれる場合はいいです。でもクラシック音楽の場合直接作曲家から音楽について聞くことはできません。演奏家が楽譜から作曲家が考えたことを読み解かなければいけません。それは演奏家の解釈ということになります。これだと実際のところ作曲家の考えていたことが正確に伝わっていない可能性もあります。でも場合によっては作曲家自身も気づかなかったような魅力的な解釈、考え方が発見される場合もあります。またクラシック音楽では作曲家が作曲した当時と現在では楽器自体が大きく発展したものがあります。例えばピアノなどベートーベンが作曲していた当時と現在では楽器が大きく違ってきています。現在のピアノの方が当時より音量も表現力も桁違いに広がっています。当時作曲家が想定していたピアノとは大きく違います。そのためその当時のピアノを想定して弾くのかそれとも現代のピアノをもし作曲家が知っていたらどのように演奏してほしいかそのことを想像しながら演奏するのとでは大きく違ってきます。それぞれの演奏家が最も適したものを楽譜から読み解きます。一見すべて決まっているようで決まっていないところが楽譜の奥深いところです。このことは役者が台本を見てどのように演技をするかなどと同じことだと思います。どの言葉に重みを置いたり間を取ったりするかで役者の個性が出ます。それと同じように同じ楽譜を見ても演奏家によって全く違ってきます。このように作曲家が残した楽譜は作曲家自身が思いを込めて残したメッセージです。ぜひ楽譜から作曲家が残したメッセージを読み解いてみてください。作曲家の性格がわかるかもしれません。性格がいい作曲家、真面目な作曲家、意地悪な作曲家、